ジェームズ3世は、スコットランド王。ジェームズ2世とゲルデルン公女、メアリーの子。外して公正さに欠き、イングランドとの協調政策や、家族との破滅的な関係などにより、国民の支持を得られず、無力な統治者であった。1460年、父の死により、幼年で即位し、母メアリーとセントアンドルーズ死教ジェームズ・ケネディが、後見人となり、 接生会議に諮って政治が行われた。1469年8月10日、デンマーク王クリスチャン一世の王女マーガレットと結婚した。当時の北欧三国はカルマル同盟によって大国となっており、タイイングランド関係においても有利な婚姻であった。スコットランド側は王女の持参金に現金を要求したが、クリスチャン一世は手元不如意を理由に、 後で代金を支払う代わりとしてとりあえず、スコットランド北方のオークニー諸島とセトランド諸島を持参金とした。しかし現金は結局支払われず、以来この二つの諸島はスコットランド領となっている。1488年、不満を抱いた貴族や長男ジェームズとの戦いで廃止した。政治面では無力であったが、文化面には深い関心を示し、 その知性の間にスコットランドでは芸術面で発展が見られた。王妃マーガレットとの間に三男を設けた。ありがとうございます。